こういうね、料亭さんとかって外で他のお客様に合わないとか、ね、そうですね、そういうふうに、ね、されてますよね。なんかうっかり出てっちゃう人とかいるじゃないですか。ああ、もう止めますからね。もう部屋から出ないでください。昨日もとあるまあ要人の方が来られたんですけど、海外に、もう絶対出るなって、うん、そうですよね、はい。皆さんこんにちは、寺子屋忍者の岩沢です。今日は清井町福田屋さんへお邪魔しております。これから福田屋の福田隆之さんへインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。福田屋さんとかもやっぱりお出汁とかお水とかってすごくこだわられるところなんですか？いや、日本料理屋で言えば、うん、もうそこ命みたいなところなん で、はい、まあ1番だし2番だしで変えてますけど、一番で言うと、はい、マグロ節 100% いわゆるワン盛りで使うのはそれがベースなんで、これからだと貝が出てくるんで、ハマグリの出汁をしたりとか、はい、ご飯とかもお水とかってなんかこだわってるんですか？まあそうですね、じゃあ水も一つの水じゃなくて、まあ複数、はい、いろいろ面白いですね。入ってみてそういうのがあるんだって、別に料理の道へ歩んできたわけじゃないので。そうなんですね、はい、じゃあなんかそういう専門学校行かれてとかは全然なく、全く料理人的な仕事は全くやってなかった。そうだったんですね、はい。まあ、代々そうだったんで。あ、そうなんですか。まあ、そういうもんだと。福田町さんの時代からちょっと料理長は、そうですね、料理長で行ったら、あの5代目なんですよ。なんかこういうところの料理長っていうのもなんかすごいあれですよね。なかなかその料理の世界で行ったらすごいなかなか簡単になれないとか、ね、なんかミシュランとかも取られて、あ、ありがとうございます、はい。まあ、創刊から16年連続で2つ星をいただいてまして、非常にありがたいことですね。ミシュランに乗ってからとかって変わられたこととかってありますか？まあ、一番はあれ、海外のお客様が増えたってことですね。来日される方はかなり見られてきていらっしゃるなって思いますね、はい。ホームページとかね、 YouTube とかでもすごいミシュランいろいろやってますよね。福田さんも、ね、出られたりとか。ああ、そう、まあ、ありがたいことに、はい。16年ってすごいですね。もうずっと、じゃあ16年間変わらず2つ欲しいでっていう。ああ、もう本当ありがたいことで、すごいですね、はい。あれって一番最初ってお知らせとか来るんですか？どういうふうに知るんですか？まあ譜面調査なんで知る由はないんですけど、いらっしゃった後に連絡が来るって感じですかね、はい。一番最初ってミシュランが日本に上陸する時って、なんかミシュランって何みたいなね、すごい結構ね、なんかすごいあれでしたよね。うちの母親が海外長かったんで、そうなんですね、ものすごい有名なガイドブックっていうワクワク感はすごかったですよね。でうちが一番、まあ、嬉しいというのは、3回、まあ、いわゆる料理長政府が変わってるんですよ。確かに、それでも乗せていただいてるっていうのは、まあ、一つ嬉しいことかな、ね、本人たちはプレッシャーだと思うんですけど。結構海外の方とかいらっしゃるようになりましたか？あんまり変わらない、相当増やしい。あ、そうなんですね、はい。やっぱり皆さん結構影響力はかなりあるなとは思いますね。創業ってそうすると何年になられる？今年84年目を迎えて。じゃあ福田さんが猫、ね、染めの間に100周年いくかもしれないですよね。可能性かなり高いですよね。まあ、頑張りますね。だんだんやっぱり飲食とかもね、結構本当にサイクルが早くて、ね、はい、すぐに結構美味しいって言われてたり、評判のお店でもね、結構 何年かしちゃうととかってありますけど。いや、続けるのがやっぱ難しい時代になってきましたよね。来てますよね。お客様の思考もどんどん変わっていくし、まあ日本人特有のこう熱しやすく冷めやすいみたいなところもね、やっぱ感じる局面は多いし、はい。なんかどの辺の方がいらっしゃるかとかって聞いても大丈夫ですか？海外の 国というか。ああ、でもまちまちで、最近だとオーストラリアの方とか、香港、まあ、シンガポールとか、なんとなくですけど、中国はああいう状況なので、中国から出られて
海外にお住まいの方が今来られてるような印象がすごいありますよね。なんか好みとかって日本人のお客様と海外のお客様って違いますか？うちも海外の方向けっていう、まあ料理区分を作ってた、はい、あ、そうなんですね。時があって、まあでも今はもう若干そっち寄りにしようっていう話が、やっぱり分かりやすいものがいいのかな。例えば肉とか、天ぷらとか、はい、天ぷら好きですよね。そういう分かりやすいものを出された方がお喜びになるというか、ザ日本料理みたいな。そうですよね、はい。なんか日本人って結構あん肝とかそういうなんていうんですか、ちょっと肝っぽいものとか好きだったりするじゃないですか、はいはい、海外の方って食べられます？難しいですよね。全く食べないかと言われるとそうでもないし、まあ、お国の傾向とかもありますよね。まあ、フォアグラに近いんで、ヨーロッパ系の方は召し上がっても、アジア系の方はちょっとみたいな。あ、メニューって月ごとですか？まあ、月ごと、まあ、基本的には月替わりにしてまして、うんうん、そうですね。はい、3月だとひな祭りで、うちはもう3月3日以降はもう献立変えちゃうんですけど、そういうところで楽しんでもらえる工夫は、うん、まあ、常に、ね、行ってる。福田屋さんのお料理で福田さんが一番好きななんかお料理とかってあるんですか？思い入れのなんか。ああ、まあハマグリ牛塩仕立てっていうお椀が僕はうちのお椀の中で一番美味しいなと思ってます。先週もちょっと宮崎の方行ってきたんですけど、養殖のフグを加工してる会社さんに行ってきて、三井水産さん。あ、そうなんですね。はい、結構いいお肉出してくれる。養殖は養殖でいいところはもう安定供給できるんで。フグ一度こちらのいただいて、自宅で。あ、ありがとうございます。はい、なんかちょっと違いました、普通のフグと。まあ小ぶりなんですよね。その本当に天然の大きいのだと4キロとかあるんですけど、まあ安定して 1.5 キロぐらいの。なんかでもやっぱり食材が違いますよね。なんかお弁当、コロナの時に結構お弁当いろんなところが出されてて、はいはいはい、なんか開けた瞬間に香りがすごいいい香りがしたのが、すごい福田屋さんのお弁当が一番すごい香りがして、あ、本当ですか？なんであんなに香りがするんだろう、すごい不思議だったんですけど。コロナになって始めたわけではなくて、仕出しの仕事って結構やってたので、まあ、消化道をお茶会で出させていただいたりとか、まあ、そういう経験があったので、そういう香りをつけるとか、そういうところは意識、ちょうど春時期だったんで、はい、それでやってみたらどうだろうかと。ただ休んでるのも仕事があった方がいいなと思ったんで、はい。コロナって結構影響やっぱりありますか？外は大きかったですね。まあ営業するなっていうスタンスでしたから、だからまあその中でできることを一生懸命やろうかっていう。なんかこういう雰囲気でなんかお食事することって最近もうないじゃないですか、めったに。個室でとか、そうですね、座敷でとか。そうですね、なんか結構その星が、はい、例えばミシュランさんとかで星がついてるのとかでも、はい、なんか本当に普通のテーブル席だったりとか、っていうところも結構多いじゃないですか、はい、そうするとなんか物足りないじゃないですか。やっぱりこういうところの方が思い出に残るというか、なんかちょっと違いますよね。あ、それはあるかもしれないですね。まあ合理的なんですよね、そのカウンターだとか、ステーブル席にしてるっていうのはやっぱりサービスしやすいし、やっぱりお客様の状況が見やすいんで、まあ、結構店側の視点に立つと、まあ、すごく合理的な面が多いです。中井さんってすごいなって思ってて、なんか閉じてるじゃないですか、はい、基本的に、うん、なんかあんまり分かんないけど、すごいいい頃合いになんかこう持ってきてくださったりとかするじゃないですか。まあ召し上がってるスピードとか、まあ、会話の内容とか見ながら状況判断してこう声出したり酒ついたりとか。あとなんかこういうね、料亭さんとかって外で他のお客様に合わないとか、そうですね、そういうふうに、ね、されてますよね。なんかうっかり出てっちゃう人とかいるじゃないですか。ああ、もう止めますからね。もう部屋から出ないでください。昨日もとある、まあ、要人の方が来られたんですけど、海外に。もう絶対出るなって。
そうですよね、はい、そこを徹底しないともう信頼関係がなくなっちゃうんで、なんか靴一つにしたってね、なんか間違い出しちゃいそうなもんですけど、間違えることなくしっかりちゃんとなるべく覚えるようにはするんですけど、ね、お人数様は靴だ渡したりとか、まあそうせざるを得ないんですけど、効率的なお店を見るとやっぱ非効率な面は多いですけど、お客様に感動を与えられたらいいなって思いますけどね。そうですよね、はい、要は玄関板の、まあ、かつては下足板って言ってましたけど、仕事がそこにあっての、入り船は多分入ってきた時の靴の下駄の形とか靴の形が、まあ、船に例えると入っていく。そうですね、はい、でそこをこう、まあ、お預かりするのが玄関板の仕事で、逆にそれを揃え、お客様自身が揃えたりしてしまうと、その人の仕事を取ってしまうっていうのがあって、その、まあ、船に例えてますよね、入り船でっていう、はい、それを整えるのが、まあ、玄関板の仕事っていう。お花の世界にはやっぱりそのあるんですよ、入船で、はい、はい、生け方が、はい、でなんか同じだなと思って、なんか、はい、やっぱりね、入ってくるってすごく縁起がいいので、はい、なんかあえて直さないっていう、はい、多分お茶の世界からこう全て来てると思うので、はい、千の利休さんの考え、古くはそうだと思うんですけど、そこの影響は色濃く出てると思いますね、はい、なんか結構その、まあね、今の話聞くと揃えなくていい、揃えた方が粋なんだろうなと思うんですけど、はい、なんとなくなんか揃えた方なんか失礼なのかなとか、なんか結構なんか、はい、例えば茶会とかでなんか大勢行った時とかって、はい、なんかね、みんながそのままなんか揃えずに行けばいいんでしょうけど、うん、誰かが揃え始めるとなんかやらないとなんかすごいなんか、ね、ちゃんとしてない人じゃないけど、そこにもなんかね、そのまま上がっていただくっていうのが、それは女性であっても男性であっても、そうなんです、はい、そこがじゃあ一気にということで、はい、解いてもらえればと思います。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。どうもありがとうございました。